今日の東京・世田谷区の公園咲いていたのはなんと春に咲き誇るソメイヨシノです桜の花が一輪そしてこちらにも一輪あ隣にも咲いてます 数え切れないほどの花が10月半ばというこの時期になぜ咲いたのでしょうか先週一旦気温が大きく下がりましたそしてその後今週になってですね気温が急激に上昇しました春が来たと勘違いしてえっ、ー、と一斉に開花したという可能性はあると思います東京の最高気温は26度と6日連続で夏日に 10月中旬以降では過去最長となります異例の残暑に翻弄される人たちも癖になる辛さの鍋料理が自慢のこちらの飲食店、このところの暑さにやっぱり気温が高いとお客様の数は少なくなってしまうんでこの週末ぐらいやっと涼しくなるというような予報もあるんで。 そう、日曜日以降は気温が急降下鍋が恋しくなる天気になりそうです一方奥日光三名瀑の一つ竜頭の滝の今朝の様子です今だと、まあ、緑とか、まあ、赤とか黄色のコントラスト竜頭の滝に関してはそ今が一番見頃ですね 来週以降はどんどん赤一色に染まっていくそうです。こちらは茨城県にある国営ひたち海浜公園。丘一面に広がるコキアが真っ赤に。もうすぐ見ごろだそうです。各地からも紅葉の便りが。青森県の八甲田山では、 黄色が鮮やかで赤も鮮やかで紅葉がまさに見ごろを迎えています日曜から気温が下がる関東これから各地の紅葉が期待できそうです